僕が2歳とかそんぐらいの時だったんですけど、昔なんか小田原の方に住んでて、でその住んでた場所が、家族で住んでた場所がなんか3軒借家が並んでる L 字にこう並んでるところで、でその L 字のこの真ん中の部分が共有スペースで、みんなで洗濯物干したりするみたいなとこだったんですよ。である時母ちゃんが洗濯物干してたら、あの隣のそのおばちゃんがいきなり、ひりかさん私変な夢見ちゃってみたいなこと言って、えどうしたんですかって聞いたら、いや主人がなんか寝ながら花束にこう囲まれてる夢見ちゃったのよって言ったんですよ。そしたらほどなくして1週間後にその主人が死んじゃって、でご愁傷様ですみたいな感じで葬式行くじゃないですか。そしたらもうそのおばちゃんも震えてて、あれあの時見た夢と全く一緒この光景っつって、その本当葬式でこう花にこう囲まれてるその姿が全く一緒だっていう、あ怖いっすねみたいな話になって、でそっから1ヶ月経たないうちぐらいにまたその共有スペースのところで洗濯物母ちゃんが干してたらしいんですよ、うん、そしたらそのおばちゃんが来て、ひりかさんまた変な夢見ちゃったっつって、えどうしたんですかって聞いたら、こう3軒借家が並んでるもう1個の家のなんか60歳ぐらいのそのおじいちゃんおじさんの中間ぐらいの人が住んでたらしいんですけど、あの人がどっか遠くに行っちゃう夢見ちゃったんですよ、うん、つったら本当にその1週間経たないうちぐらいにその人が行方不明になっちゃって、でこれちょっと待ってよと家族会議で1回この3軒こう借家が並んでって、この半端じゃない予知夢見るおばちゃんが次俺らの家の予知夢見たらやべえなっつって夜逃げ同然で引っ越したっていう。すごくないですか、本当に引っ越した。だって引っ越しの理由が予知夢のおばちゃんっすよ。そうそうそう、ガチだもんね。そうガチ。ヒルちゃん赤ちゃんの時でしょ。そう俺赤ちゃん、もしかしてヒルちゃんね、うん、赤ちゃんヒルちゃん見たら、赤ちゃんヒルちゃんの夢見たら、うん、やべえぞってことだもんね、うん、やばいから。そういやこれやばすげえなと思った、その話、うん、これいつだっけ、結構出会って 7,8 年経ってから話したよ、ね、うん話した話した、もっと前に話せやと思ったけど。こんなすごい話。